はい、本日はですね、6月に着たい服をご紹介していきたいなというふうに思います。こちらにずらっと並べさせてもらったんですけども、僕が個人的にこの6月に着たい服っていうのをずらっと並ばさせてもらったんですけども、6月といえばですね、今はめちゃくちゃ暑いけども、だいたい半ばぐらいから梅雨入り入りますよね。ほんでまあ雨ビーチャビーチャにもなるけども、今のピーカンデリがクソ暑いということで、ほんやったら半ズボンもいったり、でもかといって雨降った長ズボンもいりますよね、なんていうなかなかこう難しい季節っていうのが6月だったりすると思うんですよね。でそれこそまあ週末しか私服着ないよと、平日はスーツ僕着てるんだよっていう方も多いと思いますし、いや僕平日からずっと私服着てるんだよというスタイルもいてるとは思うんですけども、やっぱりこれパッて見てもらったら分かる通りね、メンズの服ってなんでか知らんけど黒と白ばっかりなるんですよね。今パッて並べてみてみたらですね、なんかこれ黒と白ばっかりでおもろないなと思ったけども、まあ YouTuber とはいえ、まあ僕がほんまに着たい服っていうのをこれ並べたので、ちょっと色は入ってないんですけどね、ちょっとまあ許していただければいいかなということで、まあ本日の流れとしては、僕がただただ着たい洋服っていうのを、10点ぐらいかな、9点が10点あるんですけども、それを1個ずつ順番にお話しして、まあ簡単にエピソードなんかお話ししていこうかなというふうに思ってます。ということで、まず1点目からいきましょうか。1点目はこの手前のところからいこうかな。こちらのショートパンツですね。これパッて見てもらったらね、まあわかると思うんですけど、ノースフェイスのバーサタイルショーツっていうパンツで、これもめちゃくちゃ人気、ノースフェイスでもう夏の定番なにバーサタイルショーツですよねと。で僕今履いてるんですよね。今履いてるのちょっと分かるかな、分からへんかな、履いてるんですよ、このニュートープのやつね。で今年の夏はね、ちょっとバギーズショーツ履かんかもしれんなって思わせられるぐらい、この特に僕は今この履いてる方が気に入ってるんですけど、ニュートープなんですけどね、バーサタイルショーツがね、なんか体型にぴったり合ってるんですよね。見えてるかな、見えてへんかな、これ以上上げちゃうとね、ちょっとポロリしちゃう可能性あるから、これ以上はもう上げれませんけども、ニュートープはこんな感じで、ブラックの T シャツなんかと合わせると、あ、ものすごい相性いいじゃないのという感じになるんですね。まあこれがまあバーサタイルショーツが一つ目で、これ今の時期ちょうどいいじゃないですか。多分見てもらってるのって6月上旬やと思うんですけど、まあくっそ暑いからね、ちょうどこういうショートパンツがええんよという時期になってきてて、上何合わせていくのというとですね、まあ上の T シャツとかは、まあ、こんな感じでね、ちょっとまあ柄もありじゃないのということで、まあこうやって普段は無地とかでも全然いいんですよ。無地でもちょっと大人っぽくいくっていうのもありやねんけども、これはパタゴニアから今年出てるね T シャツになってるんですけど、なんでこれをチョイスしたかというと、もう第一の理由は生地がまあ言うたら何ですかね、薄しい感じなんですね。薄しい感じになってるからさらっと着れるんですよ。で6月ぐらいからの暑い時って、こう US コットのねガシガシした T シャツってもうちょっとね、30超えたらしんどくなってくるんですよね。20代の時は全然なんともない、いやいや US コットンでもガシガシ肌も日焼けした肌にもガシガシ T シャツ当てていきましょうよなんて思ってたんですけど、ちょっと30超えてくるとね、日焼けなんかしてなくてももうガシガシだもん、ちょっと夏場もうええわってなってくる、ちょっとお腹いっぱいになってくるんですよ。ほんってなってきたら、これぐらいねちょっと薄い感じなんですけど、まあ、こうテロッとしてるんですけど、まあ、こういうの1枚着ていこうじゃないのというのが、まあおすすめというか、まあ、着ていこうかななんて思ってます。ただねこれ白もあるんですけど、これ白を呼ぶ僕のね嫁が着てるんですけど、やっぱ透けますね、中にインナー着とかなあかんということで、まあこれちょっとどうかなということなんですけど、まあ黒をね着ようかなと思ってます。でやっぱりこういう半袖半ズボンになってきたら、そろそろ出てきますよね。そう、定番の手羽ということで、これはダジャレではないんですけども、今のは完全に分かった状態でお話してるんですけどね、まあ、このね手羽というブランドがあるんですけど、このサンダルはもう絶対見たことあるでしょ。街中で見たことないっていう人はもういてません、このチャンネル見てる人がね、っていうぐらいもうよく見かけるんですけど、よく見かけるぐらいやっぱいいんですよね。でそれこそセレクトショップとかで買っちゃうと1万円近くいくんかな、やけど、まあ、海外からの並行輸入とかやったら6000円ぐらいであるんかな、ネットとかではあったりするんですけど、まあ、そういうのが怖いっていう方は、まあ、正規で買ったらいいと思うんですけど、僕これ確か正規じゃないんですよね。海外の並行輸入で6000円とかぐらいで買ったと思うんですけど、まあ、全然問題なく去年から履けてるので、これは良かったかなと思いますし、さっきもねちょっと公園行くがてらねこれ履いてたんですけどね、やっぱりいいですね。当てばええなって思って、裸足で靴履くのってやっぱりないじゃないですか。で最近ようやく暑なってきたからね、裸足でこうやって履いたりして、あ、やっぱ気持ちええなと思ったんでね、まあ、これは今月履いていこうと思います。雨まではね、雨降るまでは。なのでちょっとねレインボーサンダル、これもねちょっと考えたんですよ。あ、これもそろそろかなと思ったけど、やっぱ雨降っちゃうとビーチョビーチョになって、で梅雨の時期ってね次の日まだ乾いてないでしょ。でベチャベチャの状態で次の日履くの嫌やから、まあ、これももうちょっと待ちますわ、梅雨明けてからにしますわこれはね、というのがまず3つ目ですね。4つ目っていうのがこれ T シャツなんですけど、まあ、これはね白と黒色違いになってるんですけど、ポケットの T シャツですね、ポケティの T シャツで、これ僕今着てるやつなんですけど、着てるやつで完全にこれは僕が着たい服を作っててですね、さっきも言ったみたいに US コットンみたいなガシガシしてるのが嫌なんですよね。だからもうサラサラしてるやつがいいなということで、わざわざ、インドのナマステさんからですね糸を取り寄せて、その糸を使ったということになってるので、別名ナマステ T シャツとい
うのが、今僕のためだけに今これ作ってあるんですね。だからまあこれは着ていくでしょうということで、まあ、これはね残念ながら販売してないんですけども、まあ、こんな T シャツがあると。ほんで次はもう T シャツ終わったな、まあそういうたって雨ですよね。こっから雨になってくるから、ちょっと雨の時どうするのというとですね、まずジャケットいきましょうよ。このジャケットもクライムライトジャケットでしょ。もうこれは言うたって決まりですよね。なんでかってこれ以上なってくるともう生地厚なってきたりするし、やっぱこれぐらいの生地の薄さってもうめちゃくちゃいいし、この間ノーズエースのおすすめなんですかって視聴者の方に4000人聞いたら、4000人の方からクライムライトジャケットだよというふうに言われたんで、まあ、それぐらいこれはね人気のジャケットになってるということで、まあ、僕が言わんでも絶対これ見てる方でも着てはる人いてるでしょ。6月になったらクライム着てるよと。だから本格的に雨降った日なんかはこれでいいやろうし、そんな本格的じゃないんやけども、まあ、さらっと雨降ったぐらいの時なんかはこのねアークテリクスのスコーミッシュフーディーちゃんですね。このスコーミッシュフーディーちゃんやったらちょっと撥水の加工効いてるから小雨程度やったら全然問題なくこうやって着れちゃうんだよなんて言ってね、こういう感じでショートパンツにこうサッと這わせるだけでもねちょっと大人っぽい感じでいけるでしょ、知らんけど。まあそんな感じになってるんですね。だからジャケットはほんまに雨降るんやったらもうクライムでいっちゃいましょうよと。これやったらもう完全に防水はもう OK。 どんだけビーチャビーチャで子供と遊んでて公園で雨降ったとしてもこれさえ着とけば何の心配もない。ただ心配するとしたら次の日の筋肉痛ですよね。それには勝てへん。いくら防水のジャケット着てても筋肉痛にはなっちゃうんよということで、まあそれは仕方ないんですけども、こういうねちょっとの小雨程度やったらほんまに本ちゃんで雨降っちゃうとビーチャビーチャになるプラス次の日がどうなるんでしたっけ、そう筋肉痛になるということになってるので、ちゃんと雨降るときはちゃんとこれねクライム着ていきましょうということになってるんですが、これで終わったらあかんということになってるんですね。なんでか、そう下もちゃんと考えてますかと。下のパンツね、これはねノーズエースのロゴついてるからね何かなって思うでしょう。実はこのクライムライトジャケットの下バージョンなんですね。だから本ちゃんで雨降った場合ってそれはもちろん上でこれ着てたら安心ですよ。安心ですけど下見てくださいよ。あらまあってなるじゃないですか。すね毛びしゃびしゃにしたらあかんでしょ。ってことはちゃんとズボンも履いとかなあかんでいうことで、このクライムのねパンツが必要ということになってるんですね。まあ、これねただ値段が 19,800円ぐらいかな、まあ、2万円ぐらいするということなんで、梅雨の時のためだけと考えるとちょっと高い気はせんでもないけど、例えば雪国の方とかやったらこれ冬場とかね履いてれば雪も全然入ってこうへんし、まあ、これからの時期梅雨でも使えるしということでね、まあ、そう考えたらええんちゃうかなとか。例えばスノボーとかでも履いたりするんやったらね、まあ、19,800円だと全然1キュッパやからねパッパッと買っちゃったらどうですかなんて思ったりするんですけど、そんな感じですね。これでラスト1点か、ラスト1点はい。で最後はねロンティーいきます。ロンティーは何かっていうとこれもう普通に結構シンプルでしょ。ノーセースって胸にロゴ入ってて後ろ側にもノーセースって入ってるんですけど、これね別に僕ロゴが全然気に入ってるわけでも何でもなくて着心地なんですよね。で着心地がこれ柔らかいんですよ。これ見てもらったら分かる通り柔らかいでしょ。で先月ね5月に着たい洋服っていうので紹介したロンティーが白のやつあったんですけど、それはねなんで今回出へんかったかというと、ちょっとそろそろ暑いんですよね。でガシガシしてるからちょっと暑くねと思って、やっぱこっちっしょみたいな感じでね、これはもうほんまテロテアリーナやからねサラサラーと着れるんですよ。なので例えばこういうジャケットの中とかに着てもそんなに暑くないんですよね。ただもうこれもね1年ぐらい着てるからねあれなんですけども、毛玉がねやっぱ結構できちゃってるので、まあ私服としては着られへんねんけども、まあ、そっとねちょっとこう公園行くとかちょっとコンビニ行く程度やったら全然こんなの多少毛玉できてたらなんてことないじゃないですか。でも背中もねちょっとねペイント割れてるんですよ。でペイント割れてるけどね、まあなんてことないじゃないですかこんなんね。多少割れてるぐらいの方がちょっとワイルドさを出していけるんじゃないかなということでね、まあ、これを着ていこうかなと思ってます。だからそろそろですよね。これあと1年着れるかって言われてちょっと微妙かなみたいな。この毛玉もあるし、この背中のひび割れが多分ボーロボーロになってくるからちょっとみっともないって言われだしたら着いひんのですけど、まあ、この辺が今月着ようかなと思ってます。やっぱり6月入ったんでそろそろねショートパンツも履きたいなと思うんですけど、やっぱ天候を見ながらね毎日何でもかんでもショートパンツ履いてるっていうのは少年スタイルになっちゃうんで、まあその時の気候を見ながらって感じなんですけど、まあおそらく6月の末ぐらいからはもうショートパンツ履けないんちゃいます。またアルパインライトパンツとか長ズボンに入ってくると思うんですけど、まあ、今月は特に出かける予定もないのでこんな感じの服装で行こうかななんて思っております。ということで来月はねいよいよもう梅雨が明けるということで、ジャケット類が一気になくなってもう T シャツとかそういうシャツ系になってくると思うんで、また来月もしようかなと思ってるので今日は6月はこの辺で終わります。はい、ということで本日はですね6月に着たい洋服を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。